僕が小学校の頃に父親から聞いた話なんですけれども、あの僕の父親はすごい、海で泳いだり、まあマリンスポーツですよね、がすごい好きでよく海に行く機会があって、僕もともと沖縄県なんですけれども、沖縄って結構地上戦とかそういうのがあって、すごいまあいろんなところのスポットがあるんですけれども、あの沖縄の最北端にある江戸岬という、まあ、そこもあの心霊スポットの一つなんですけれども、そこでの、まあ、出来事というか、僕の、まあ、父親がそこに、まあ、泳ぎに行ったと。で、まあ、父親自体は霊感がなくて、その、まあ、帰る時とか全然普通だったらしいんですけれども、この、まあ、普通に帰宅して、で、まあ、朝仕事行く準備をして仕事先に向かいましたと。で、まあ、仕事先の同僚に、霊感を持っている方がいらっしゃいまして、その霊感のある方に、昨日お前どこ行った、もう普通に泳ぎに行ったよ、前に車見てみろ、なんでなんていう感じで話をしていると、前の車に手跡がいっぱい残ってる、あんまり海に夜からは泳ぎには行かない方がいいそうなので、スポットは気をつけた方がいいと思います。まあ、遊び半分で行くのは良くないかなと僕は思いました。まあ、父親からもそういうところは絶対に行くなっていう怖い話でした。以上です。